じゃあお前がこの町に来たのはそのおじさんってやつに俺を頼れと言われたからなんだな。はい。でさっき俺が金さえもらえば何でもやると言ったから人殺しを頼もうと。はい。じゃあもう一つ聞くけど、お前はそのおじさんってやつにお前の親たちを殺した男が宮本武蔵だと聞いたのか。じゃあなんでこの刀を持っていたんです。え？私の父と母、兄を殺した男がこの刀を。本当か？はい。それでその刀を持っていた人を探したんです。そうしたら宮本武蔵って人のものだと。どこで聞いたんだ？近江の国、小さな村の人が教えてくれました。お願いします。その宮本武蔵という男に復讐してください。仇を取ってください。お願いします。いや、ダメだ。いいか、お嬢ちゃん、人殺しなんてもんはしない方がいい。わかるか？それに俺はお嬢ちゃんの殺したがってる宮本武蔵なんて男は知らねえ。でもでもなんだ？お金さえ払えば何でもしてくれるって。じゃあ百歩譲って人殺しを頼まれたとしよう。でもお前に俺に払える金があるのか？さっきも言ったが、この町では何をするにも金が必要なんだ。祇園って色町じゃ剣や位は通用しねえ。あるのは金の力だけだ。外を見てみろ。この町じゃお前とそう年の変わらねえ女たちが自分の身を削って働いてるんだ。金で身を売られ、必死になって芸を磨いて自分の力で金を稼ぐ。そしてそんな女たちに男は金を使う。じゃあ私もお金があればいいんですか？さあ、あんたら、これで大体この町のことは分かったな。ああ、この店は達也言うて、金さえ払えばどんな汚い仕事でも引き受ける。まあ言うたら、何でも屋みたいなところや。なあ、達也の旦那。まあ、鶴屋みたいに品格のある店は働く人間もお客様も問題なんて起こさへんから、こないな店の世話になることはあらへんのやけど。随分な言いがかりじゃねえか。おお、今度はこないに若い子にまで手出してはるん？見境あらへんな。違う、これは。お嬢ちゃん、どこの店のカムロさんや？ま、どうでもええけど、こないな男と一緒におったらお先真っ暗です。ま、せいぜい頑張っておくれやす。あんたらもよう覚えておきや。
この男の世話になるような問題を起こしたら、うちの店の座敷には上がれへんで。ほな、さいなら。行くであんたら。ん？どうしたんだお前。すみません。何の用や。私を買ってください。え？私を遊女として買ってください。お願いします。